参政党の活動をただ やりたいからやってる、それ別にどうぞ、ご自由です。まあ多分そういう人の方が多いんですよ。いや、ご自由なんですよ。ところが、被害の相談がこっちに来るわけ。だってどうしようもできないでしょ、一人月4000円とか月1000円の被害、旦那に黙ってたとか、奥さんからめっちゃ怒られた人いっぱいいるんですよ。どういう被害なんですか、それ。いや、もう、家庭が壊れると。4000円払ってることね。お金だけじゃなくて、行かないと怒られるから。行かないと怒られるんですか。だから活動に参加しないと怒られるから、子供の面倒とか見れない。まあでもそれは多分正直、なんか話を聞いてる限りで、支部単位で結構いろんなことがあるみたいです。いや、もうだからその、国民を守るのに、家庭を壊してしまってるわけ。